あ、こっちじゃないか。雨の匂いに懐かしくなるのはなんでなんでしょうか。夏が近づくと胸がざわめくのはなんでなんでしょうか。人に笑われたら涙が出るのはなんでなんでしょうか。それでもいつか報われるからと思えばいいんでしょうか。さよならって言葉でこんなに胸を裂いて、今もたった数瞬の夕焼けに足が止まっていた。先生、人生相談です。この先どうなら楽ですか。そんなの誰も分かりはしないよなんて言われますか。あら、苦しさなんて欲しいわけない。何もしないで生きていたい。青空だけが見たいのわがままですか。アルリオさん、いらっしゃい、ありがとう。デムクロさんもこんばんは、ありがとう。胸が痛んでも嘘がつけるのはなんでなんでしょうか。悪い人ばかりが得をしてるのはなんでなんでしょうか。幸せの文字がお金を含むのはなんでなんでしょうか。を抜けば辛さになるのわざとなんでしょうか。青春ってね、蓋が背中に貼られていて、ヒッチコックみたいなサスペンスをどこか期待していた。先生、どうでもいいんですよ。生きてるだけで痛いんですよ。ニーチェもフロイトもこの穴の埋め方は書かないんだ。夏の匂いに目をつむって、雲の高さを指で描こう。思い出だけが見たいのわがままですか。ドラマチックに人が死ぬストーリーって売れるじゃないですか。穴の散り際に嫌になりました。何だったんですか。大人になると忘れちゃうものなんですか。先生、人生相談です。この先どうなら楽ですか。涙が人を強くするなんて全部奇弁でした。ああ、この先どうでもいいわけなくて、現実だけがちらついて、夏が遠くて、これでも本当にいいんですか。このまま生きてもいいんですか。そんなの君にしかわからないよなんて言われますか。ただ夏の匂いに目をつむりたい。いつまでも風に吹かれたい。青空だけが見たいのわがままですか。あなただけを知りたいわがままですか。Yeah.